は守る人でした。しかし、それ以外に私たちパスの役とっても大切な役割がある。ガイドマップを広げて、その待っているゲストがいたら、こんにちは、どこかお探しですか？はい。と声をかけたり、例えば、写真を撮ろうとしているゲストがいたら、こんにちは、よろしければお写真を渡しましょうか？お願いします。とカメラをお預かりして、撮影を手伝ったり、また、アトラクションやショーをご紹介することもあります。そんな時のために私たちはいつもこのようにガイドマップを持ち歩いているんです。パソディアルキャストはパークのあらゆることを知っているんですよ。すごいでしょう。そして今日はもう一つ私たちのとっておきの技を披露したいと思います。カスコーディアルバーと呼ばれるものなんですが、皆さん聞いたことがありますか？ないかな？カスコーディアルアート。じゃあみんなに説明しますね。カスコーディアルアートとは、この、なんかイグ君聞いてくれてる？カスコーディアルアートとは、トイプルームと水を使ってパークの地域に絵を描くのね。早速描いていきたいと思います。先ほど使ったトイプルームに自分の体に合ったサイズをまた持ってきてください。